高根七か窓は、バラカ七か窓属の落葉低木。高山植物。樹高は1から2メートルになる。今年生の若い枝には、泡褐色の皮目があり、白色の軟毛が治留する。卓葉があるが、早く落ちる。葉は五星し、長さ9から20センチメートルの奇数上複葉で、内葉平は、長さ2から3センチメートルある。葉はから個付き。 強乱形で、長さ4から6センチメートル、幅1から2.5センチメートル、先端は鋭く尖り、基部は鈍型になり、円には全体に影居子がある。葉の表面に光沢があり、裏面は単緑色で、側脈が目立ち、側脈は円の虚子に達する。下記は6から7月。枝先に、複産防火場を車状、またはやや下向きに出し、 白色でやや紅色を帯びた花を十数個つける。額は肺状で額頭の長さ3から4.5ミリメートル。花弁は長さ4から6ミリメートルになり、ほぼ円形で直立、または射上し、5枚。湯水は15から20個。花中は5個あり脂肪は中部以下で合着する。柿は9から10月。果実は、梨状化で長さ12から20ミリメートル。 幅10から16ミリメートルの楕円型になり、赤く熟し、下水する。果実に皮目はなく、普通頂部に、ガクレッペンが直立して残る。種子は、長さ4から5ミリメートル、幅2ミリメートルの卵状楕円型になる。日本では、北海道、本州の中部地方以北に分布し、阿鉱山から、高山の林煙や、低木林に生育する。世界では、千島、 カラフト、カムチャツカ、朝鮮、沿海州に分布する。ありがとうございます。